さあ、サロン終わりましたけども、なかなか終わりましたね。いや、質問の量がすごいですね。すごいよかったですね。もうもそうだけども、ちょっと我々喋りすぎたかもしれませんね。そうですよ。先生、もうちょっと時間を取らないすいません、視界が。内容がね、やっぱ食いついたくなるような。いや、そうですね。結構痛くなることがいっぱい出てきますね。みんな興味ある内容でしたね。 では、質問見ていきましょうか。はい、じゃあ、画面共有します。うん、ええー、はい、太鼓の割れ、これ、映像の音楽ですね。うん、そういえば思い出したけど、安田さんがあらかじめ用意して、しといたディスカッションポイントがあって、触れることすらできませんでしたね。はい、できませんでしたね <laughs>、はいまあ。まあ、いや、もう途中で無理だと思いましたんで、<laughs> 今日の流れから行くと。もういい, <laughs> もういいかと思いました。はいうん、いきます。ますええー、はい、これ、ジミーアップルズという人が、 オープン AI の内部情報をリ,リークしまくってた人がオープン AI はもう AGI を社内で実現してて2025年にリリース予定だとか意味深なこと言ってると。ご存知でしたかこれ。 初めて聞きましたね。ああ、なんかつい最近みたいですね。うん、今週とか、うん、あ先週とかも。もうなんかそれ、それ聞かなくてもそれっぽいですよね。だってもう、うん、オペの社税みたいなところに、うん、AGI を全ての人類のためになるようにするのがうちの会社の社税だろうみたいなこと言ってて、もう AGI ができること自体はもう前提としてるじゃんかっていう。 うん、口ぶりですよね、もう。もっと簡単。からだけど、そもそも何をもって AGI と呼ぶかという意味、うんうん、すら、そんなに明確じゃないですからね。ねら多分、中で言ってるのは今よりもっと性能がいいというぐらいじゃないですか。 って言ってもいい、ねまあ、マルチモータル統合したぐらいでできちゃったよっていうのかもしれないですね。ねねうん、はい。まあ、ちょっとね、オンラインの方でまたフォローしていければと思います。うんえー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はさびさん、脳神経科学を専攻してたようなんです。ああ、そうなんですね。これ、まあ、ブブシとかいろんなジャンルからこう AI に入ってきた人たちっていう文脈ですかね。そうですね。はさびさん、海馬でドクター論文、うん、PhD と。ああ、そう。 そういえばね、滝先生、えっと、素粒子っておっしゃってましたけども、ネットで調べたら数学じゃないですかあ数学、なので、あの、超弦理論っていうのも半分数学みたいな素粒子理論やってたんですよね、うんうん、元もともと。<ー>うん、だけど、だなんかタイトルね、うん、もう数学用語ばっかりでしたよね、対応。そうなんですよ。<laughs> もうちょっと素粒子なんて一言も出てこない感じ。あの、まさにあの数学者からは物理だって言われて、物理からは数学だって。なんかタイトル的にはもう数学で。中身は物理。だから物理の理論のモデルの数学構造を理論、理議論するみたいな分野なんですね、も,もはや。 こ<で><ー>れもあれなんですもう自然界から取れるデータがなくなっちゃったので、この30年ぐらい、もうちょっとかな。もうなんか理論の上の、屋根の上に屋根をこう乗せるような感じ <laughs> 学問としてなってて、うん。うんそういう意味では素粒子というよりか、うん、な,なんか、えっと、多様体とか、どっちの方ですか微分あそ。だから本当にあの多様体とかそういう幾何学をこう物理理論となんか組み合わせるとか、あと対称性とかなんかそういう数学を使った、 まあ、なんか少しあのめ、あの理論の理論みたいな感じですよね。その理論体系を包含する枠組みを数学的に作ろうみたいな。 まあ実験データがないのでも、そういう研究って感じの分野ですね。えもしかしてあの ADSCFT 対応とか,か。すいませんああ。ああいう、ああいうのやってる。ホログラフィー原理とか。あ、その辺ですか。えー、じゃあ、橋本浩二先生とも近いところかもしれないですあ,あの、理研にあの、いた時は一番最初に着任した研究室が橋本さんがちょうど理研にいたので。橋本んと。ので <laughs> 昔のボスです。ボスがになってます、ね。なるほど。はい。 ねそういう話、どんどんこれから進むといいですよね、その分野で。えー、で、この辺から始まりまして、えー、科学においては相関関係よりも因果関係を重視,、えー、重視する風潮がありますが、うん、ディープラーニングですかね、対等で科学研究において相関関係の強い扱い、重要性が変わってくるでしょうか。かう,ね、うん。これ、あれですよね、あのディープラーニングの問題はこのショートカットラーニングとかって呼ぶ人もいるんですけど、こう、 あの、こう、予測できればいいっていう基準なので、どうしてもこう相関だとかそういうものをフル活用して予測性能を、あの、立てやすい時には立てちゃう性質があるので、うん、例えばルカンなんかは、やっぱり因果推論能力をもっと持たせない限りは、あの、深層学習が本当にいい方法にはならないとか言ってて、まあそういう意見、立場に立つ人も多いですし、うん、まあ、ただその、えっ、ー、と、 今見たく、こう、強引にやっていくと、その延長線上で規模の問題でどこからか、やっぱ本質を学ぶって思ってる人もいるし、まあ、なんとも言えないところですよね。ただ、あの、昔から問題な、あの、相関関係だけ捉えて、それでなんかその、まあ、疑似相関ではないですけど、見かけの、こう、あの、予測能力を獲得するっていうこと自体は、本質的に問題であり続けることには変わりはないので、これすごい大きい課題だと思います。うん えっと、この辺もそうですね。機能とアブダクション仮説、アパゴ芸をまとめられていますが、<laughs> アリストテレス論理なら、技術は機能、説明が演劇予測が仮説に対応していますかと。ちょっと今、ウィキペディアとか調べてみたんですけど、アブダクションってのは仮説形成ですよね。うん、で、それの哲学的な語源みたいなのがアパゴ芸なんで、うん、それは、えっと、アリストテレスが論理学の中で言ってるっていうことらしいんですけど。ああ、なるほど。何かありますか 今日もアブダクションっていう話はね、出てこなかったと思いますけど、あれは機能の一部っていう人もいますし、まあ、機能に。別物だと、機能と A 域とアブダクションっていう3つあるんだっていう人もいますね。っていう人もいますね。どうなんでしょうね。そうです。ちょっと難しいですね。でも、まあ、多分機械学習の文脈だと、機能は本当に狭い意味の機能だと思いますよね。はい。なるほど。ま、また行きましょう。有限データから無限を推論するというのはサンプリング定理を早期させます。コメントありますか そうですね古い変化のやつ、うん、うん。まあ、いいですか、ここは。次、星さん、えー。具体例を出していただけるという話で、えー、というとあの、具体例が出てこられたんで、<ー>誤ったようですいません。<ー>ただ、さすがに気温の推移の予測は当たらないと思います。<laughs> 実験パラメーターを変えても結果が予測できるような場合が、うん、機能推論に対応しているように思いますかな。うんうん、これどうですか、なんかコメントありますか。そううですね、うん ただ、だからなんか丸暗記ではないっていうイメージですかね、ここ。うん。どんな例だね、うん、あ、確かに。なんかもう少し実際の現実に近い例とかうまく作れるという方ですね、確かに。うん。ポンチエ的な例だ,例だったので。うん、うん、うん。ちょっと、まあ、シンプルすぎて、ここで言われたとこあるのかな。うんまあ、わかりました。そういうことだそうです、星さん。 え次。確か、ヤンルカン先生が、もし人間に相関ではなく、因果ガ議論を行う能力があるなら、宗教はなかったはずだというようなことを言っています。これについてどう思いますかまあ、あれですよね。あの、まあ、科学者的な、科学者としては無心論でも、こう、人間としてはなんかね、あの、あの、わからないものをし信じる人もいっぱいいるので、こうなかなか難しいですね。わからないですね。もし <laughs> と、やっぱり人間の心理的な仕組みで、もしかすると、理屈では分かっちゃいるけどっていうのもあるかもしれませんしね。あ ヤンルカン先生はこういうこと言ってるんですね。カーツワイルは人間はリニアに推論する癖があると言ってましたね。うん、狩猟時代に外敵が指数関数的に動いたりしなかったからとい <laughs> 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 そういう人間がいいからい。経験からするとそうか。指数関数,数としてあんまりないか。であっても。だけど指数関数であってもなんかた対数とって、このリニアにうん、うん 対数らせんの広がりみたいな、こう、指数関数的に広がってきますけどね。あと、人間の感覚とかは、こう、対数的に、え、あの、大きさを受け取ってるとか言いますからね。うん。まいいところで人間、対数使ってる部分もあるかもしれないですよね。確かに。あの、デシベルとかそうですよね。あ、そうですよね。多分ね。うん。だけど、頭の中ではそれをリニアに落としてると。ああ、まあ、そうか。受け取る時に、まあ、確かにそうですね。感覚として。なるほどね。はい。 えー、正規分布を仮定するみたいなことですかっていう。これはバイアスですね。ああ。ああ、なるほどなるほど。バイアスの一つとして。うん、そうですねそです。そうですかね。うん、あ、先生俺のコメント拾ってくれたわーいっていう。えー、少し前に機能バイアスをサロンで議論されました。その際も尋ねましたが、アブダクション、アパゴギーと理解してよいでしょう。あ、これさっきと同じ、トマサキナさんですね。ここはあ、さっきので付け足しありますか機能と、まあ、アブダクションという。<laughs> うん ものをあえて分けなくても、まあ、今日の議論としてはいいかな、うん。うん、そうですね。うん、いいですかね。オ、うん、ッカムのカミソリ、パラメータが多ければどんなものを説明できると。まあ、これ解説ですね。うん、一時期フレーム問題とかあったら、機械は無限の可能性を仮定するから動けなくなるとかいうやつ。うん、いつの間にか消えて、テスラボット普通に動いてるし、今。ああ<ー>。<laughs> そういえばってことです今でも言ってる方いらっしゃるという気はしますけどね。原理としては限界あるはずなんなかもしれませんね。うん,うん。まあ、あと、それこそ、チョムスキーが昔でしたあの、刺激の貧困っていうキーワードでしたっけ、あの、えっ、ー、と、あのこうにに、赤ちゃんの時に聞く言語なんてか少なくて限られてるから、それで言語能力、 が学べるわけがないので、こう、陰謀論というか、なんか、もともと組み入れられてるみたいな理屈だとかも、そういう文脈に近いものかもしれないですね。なんか、起こりうること、すべてからなる空間ってバカでかいんで、うん、あの、すべて起こりうること全部予測して、こうなったらこうなる、こうなったらこうするみたいなこと、全部、あらかじめ決めとくことはできないだろうっていうけど、実際起きること、その中の,あの薄い多様体みたいなもんなんで、うん、そこを学習しちゃえばこっちのもんだろうっていうことで、うん、意外と突破できてる感じなのかもしれないですね。うん、うん なるほど。松田先生、多少喋っていただいて結構です。ちょっと言いすぎました、私。も <laughs> うちょっと喋ってください。<laughs> もうちょっとお願いします。<laughs> はい。えー、スコラ学を、これなんて読うんですか反射<差>。反射哲学と表する。聞いたことないです。論理推論の仕方がオッカムのガミりですねど。どういうことですか、これ。いや、難しい。反射中にごたごたしてるっていうことああ<ー>、うん、そういうことですか。うん まあ、なんか普遍を仮定するとか、まあなんか神様とか、なんかなんかいろんな要素をなんかごたごた導入するところをバサリとこう、なんてことですよね、うん。なるほど、そういう。ちなみに、最近本読んでしたんですけど、オッカムはなんかそれで、あの異端のあの楽園をされて、アンブリンがるところをギリギリこう逃げて <laughs>、逃げて生き延びたらしいです面白、ね <laughs> はい。そうなんですか。当時はそういう立場だったんですね。<laughs> ええー。 えー、ウィナーフィルターとかカルマンフィルターに似てますね。どっちがどっちにって何が、何が似てる何ですかねオッカもカミソリのことですか、うん、ああ、フィルタリングとカミソリみたいなものですかね。うん、違うのかなあ、ちょっとわかんないですけどね。ちょっとわかんないな。わかんないですかはい、また教えてください。 えー、冬に生まれた人工知能が夏まで世界を観測したら自然を気温が上がり続けていくという間違った結論を下すかもしれませんと。データ量が適切かどうかの判断を誰がするかというのも結構な問題ですね。うんうん、これは完全に外装できないと同じですよね。それはそうですねってことですかね。うんうん、単純であればあるほど我々には理解しやすくなる。マサ先生なですか いやいや、別に。あ、ない<や>ですか。当然ですね。あ、当然ですね。はい。見方としてはフレームやシステムという閉鎖系で捉えようという立場だと思います。これに対して進学の立場ですと、世界全体を一つとして見る創造論の観点。現代のある立場なら、カオス的見方だと思います。いや、まあ、これは見味方だからいいんじゃないですか。そい小松明菜さんの見方と。えー、単純ではない宇宙がどっかにあるかもしれないんですね。他世界仮説だと。 うん。あ根本ゲリが必要もないみたいなタ。ターが多いのターじゃないですかあ,あそうです、ね、ああ、これね。あ他ねはいはいはい。他じゃない、多いか。こそうですかはいはい。違う物理学があるあ、うん、そうですよね。うん。これはあり得ますよね。そこでの知的生命体は全く違う機能バイスを使ってるっていうのは絶対ありますよね。うんうん あの、SF でさ、三体っていうのがあって、で、それは三体星人っていうのは三体っていう世界に住んでると、こう単純じゃない宇宙なわけよ。だから、そういうとこではなかなか物理が発達しないよね。おおああ。じゃあ、ありうると。はい。AIC は科学習の評価にも使えますね。うん。そうですね。そうなんですね。AIC は目から鱗ろを出す。 単にパラメータを増やして既存のデータへのフィットを良くしても実際の予測は悪くなる。という。まあそういうことをおっしゃったんですね。うん、シンプルでベストじゃなくなってきたと。うん、うん。まあこの辺ね、皆さん。シンプルじゃ解決しない問題も出て、が残っちゃったってことですね。なる残っちゃった。うん。と。ね、これみんな反応してますね。はい、質問。巨人の方に立つ科学ですが、パラダイムシフトも起こりますと。総合体理論など。 えー、ディープラーニングの登場がパラダイムシフトを誘引することができるでしょうかうん。これだから、うん、あの、本当にこうそうなったら面白いなと思うのは、こういう巨大なモデル使ったあの仮説形成のトライアル通じて、今まで科学があんまりうまく扱えなかった分野で、こう、なんか新しい あの、アプローチが切り開かれたりすると、本当にパラダイムシフトを起こせますよね。だから、一個成功事例ができるかどうかって、すごい、すごい楽しみというか、うんうん、興味深いところですよね。さっきのアブダクションともよる関係するかもしれないし、その前のあの、どこまで補害できるかと、反感能力を持ったけど、その外の補害までできますか、みたいなこともちょっとかかってきそうですね。また先生いいですか でも、いや、パラ,ディエルのパラダイムシフトを有限することで、だ言語ではすまさにパラダイムシフトを起こしたわけでしょうん。もう言えると。うん。確かにそうですよね。うん。そこを忘れてましたね。うん。起きつつあると、えー。深層学習モデルは複雑な現象を複雑なまま理解するのが人間の理解と違うところですね。 すっきりしない理解,理解の仕方をしてるよねっていうのは、そう,そうでしょうね。いやいや、真相学習モデルがどう理解してるかは、やっぱまだわからないという話じゃないですかね。うん、我々自身だってわかんないしな、これがね、今日ちょっと後半で話題になりましたね。うん、法則と言えるのかこれは何についてたかな法則原理、公理、原則定理、それぞれの使い分け難しいですね、という。あ<ー>なんかわかりますこれ。何に対して言ったかな おそらくその巨大なニューラルネットワークで予測がうまくいったからといって、それを法則と呼んでいいのか、みたいなことでしょうかね。うん。うん。ああ、そう、そういうことね、うん。何かを、こう、本質を捉えたことと、それを思っていいのかっていうのはね。なるほど、確かに。はい。もはや、仕事のあったチューリングテスト、久しぶりに聞いた。<laughs> そうそうで。<laughs> そうそもうダメなんですか。もうダメなんですどうですか、うん、え はい、なんか、一年か半年ぐらい前にはその話をよくしてたような気がするんで、でうん、この人の久々っていうのは、あれじゃないですか。時が早く進んでるんじゃないですか。いや、チャット GPT が賢くなりすぎちゃって、答えが上手すぎるから AI だろうってバレるみたいな。あれもよくできてる。うん、はい。はちょっと見てみましょう。多,多量パラメーターのうち独立なものは何個あるんでしょうか これは、うんうん、まあ、一番難しい問題でいい、いろんな数理モデルがありますけど、あの、うん、難しいですね。あの こうみんながアグリしているような理解は多分まだないっていうのが正しいですね。ただ、うんあの見、見かける少ないっていうのは間違いないと思います。えー、それはディープラインの初期の頃からいろんな実験であの分かってることなので。うん、あ,のあの回の時、ヌ市先生が面白くって言ったのは、もともと小さいパラメータで学習させるとうまく学習してくれないのに、でかいパラメータ数で学習してからディステレーションすると、うんうん あの、うまくいっちゃうってことがあるので、うん、あの、でっかいのでやっといてから、本質に効いてるのは何ってこう小さく、ケッと縮めると、なんか割と、あの、少なかったりするってことはあるってことですな。はい。えー、良性の科学習は面白い言葉ですね。うん。うん、えー見、見たことない問題が学習した問題から外装できるような範囲にあれば、学習量を増やせば増やすほど予測は当たるようになるはずと。うん、うん。まあ、そうでしょうね。うん さすがにデータ数よりパラメータ数が増えればだめでしょう。ちょっと後半出てます、ね、そうでもないって話です。さっきこれ取り上げちゃいましたね。うん、うんえー。滑らかかどうかが大事っていう、あのグラフの、うん、話だと思います。保管、うん、したやつが滑らかなら保管できるってことで、ねはい、いわゆるスケーリング速ですねという、まあ、そうですよね、うん、スケーリング速だという話でした、えー。パラメータを増やすと近似するのは、テイーラー展開の時数を増やす、やまあ、次の時数ですね。も似ているような ああ、より複雑な関数がね、それじゃだめだって話じゃないのちょっと大暴れしちゃうんですね、科学者しちゃって。スクエリング則は試験の仕方に課題があり、評価の仕方を変えるとリニアになるという論文を出ていました。これ、ちょうど数か月前に出て話題になって、測り方の問題のアーティファクトだっていう反論もあったりするんですけど、まだ議論が分かれてるところって感じですね。 うんうん、あそうなんですね、うん。なんか対数にしてみるとか、そんなんじゃなくて、もっと全然違う。あの、指標の定義によって、リニアに上がるようにも見えれば、こう、隠っていくようにも見えるって、その論文では確か、あの、エムニストみたいな、おもちゃデータセットの学習でも、創発が起こっているように見せかけられるみたいな、そんな実験もあったりして、<ー>面白かったんですけど、ええ。まあちょっとま、まだ何ともって感じだと思います。うん、なるほど、うん。はい。丸暗記は実は重要だったということなんですね。うんうん。 この双発の話ですかまあ、メモリを節約しながら、圧縮しながら、分音していくと、本質はちゃんと掴めるかもしれないってことなんか感覚的にわかりますけどね。丸暗記したら違うことがわかるようになるっていうのは。うん。なんとなく経験的には、そうかなって気がします。え、科学あそうだから、10年の機械学習モデルが、機械学習の理論が、あの、すごいシンプルな立場に立って、その、科学習とハンカーが対極にあるような、あの、理論、 体系のの中で収まってるようなものばっかり相手にしてきたのでなんかマインドセットというか、思い込みでも科学習イコールだめみたいなあの感じになってたんですけど、必ずしも科学習だから反化しないというのはねあのあの、理論によってはそうも限らないってことがかった改めて分かったってこと,だと思うんですよね、うんうん。うん、面白いですね。えー、科学習した方が良いというのは人間にも当てはまるんでしょうかあくまでも巨大言語の中の限定でしょうか、まあ、これさっき私の <laughs> 経験的に当てはまると思ったんですけど、どううん 確かに大量の事例にふ触れた方が、あの、一般化ので、一般的な能力がね、人間でも学習能力が上がる場合もありますよね。うん、少ない事例だけから頑張って、こう、あるいはなんか、あの、あ,あっさりとだけ学んで、こう、繁華しろっていうのは、人間が実際やってるところではないような気がしますからね。うん。うん、いや、やっぱりね、公意式にで勉強するとあかんね <laughs> <laughs> そう、多分その時間ですね。<laughs> 正しいですね。うん、何度やるっていう。あ はい、自己回帰モデルというやつでしょうかうん、ん。これはいいですか。文明が分か,なからなくなっちゃった。<laughs> うん。ね、ちょっとわかんない、ね。あの、単語一個一個生成するってやつですね、多分ね。ああ、そうですか。はいはいはい。えー、現実イコール個。そのすべてを見るイコール天の国にはすべてのものに住みかがある。ヨハネ福音14-2。これは決定論の表現になり、トマスの個のイデアになり、ライプニッツの予定調和になったと思います。 学習ではなく、あらかじめ全てを知っているという前提です。あパターンとかではなくて、まあ、全てがあら,たあらかじめ定められている、まあ、もう募集団全部が手元にあるようなのが、どちらかというと、神学的なあの、うん、世界観に近いということなんですかね。なんか、ホログラフィー原理に通じるものりあります。この,この世のこの実在というものは、全てどっかのところにこう投影されて、そっちにも対応物があるみたいな、うん、そんなイメージですかね。なるほど。ちょっと。 と次いますオッカムのカミソリ、最も単純な説明が最も優れていると考え方は、世界は人間が理解できる程度の単純な法則に基づいて動いていてほしいという人間中心主義的な考え方がおっでそうですね、人間中心なのは間違いないですあと、あれですよね、2つあって、その1つはこう人間みたいな有限なこのプロセッサーに理解できるものが限られているので、われわれの目に留まるものは。 そういう単純性を持ってるものばかりってのありますよね。本当にうん、うん、ノイジーで、ま、あの莫大な複雑な構造の中に隠れてる何かっていうのは僕ら見てもわからないので。<ー>プラス、我々作ってる素材も自然界の物理的な素材なので、我々の回路や何や、もろもろも単純にできてるっていう意味で、じ自動的に、あれですね、我々も世界も同じ単純さを共有してる可能性もありますし、まあうん、なぜここまで、 オカムカミスみたいなうまくいくのかっていうのはすごい不思議ですよね。うん、松田先生はどうですかいや、だからそれはだからローハンギングフルーツの部分はオカムカミスそれでいいんだけど、でもそれより複雑なところはやっぱりそれじゃダメだってことでしょうよ。例えば人間界とかね、さっき言った政治とかね。うん あれを方程式でね、政治の動きがどうなるか、えー、証明しろったってできないじゃないですか。うんうん、だからやっぱり、できるところは、わ分かるところはわかる。そこは簡単な法則で働いてる。うん、だけど、複雑なところは、ようわからんってわけです。うん、で、そこを言わないから、おっかむかむそれがいいって思ってんだけど、うん、そんなことはないんじゃないの、うんうん 確かに我々の知性一つとってもまだ何もこう原理的な解明ができてないですからね。うんうん。ですね。うん。なるほど。なんかオッカムかもにそういう人間中心主義っていうと逆な感じもしますけどね。どちらかというと人間中心じゃなくて宇宙原理主義みたいな感じがしますけどね。うん、むしろ。でも、自然界が人間に理解できるようなものであるっていうなんかその世界観が ヨーロッパ的というか、サウナ的というか。もちろん、ここでねか、書いてることですよね。うん、その気持ちはわかりますけども。むしうん、でも確かに、うん人間がうん、人間が単純を好むかどうかっていうのも確かに本当はどうかってところありますよね。うん、ああ、確かに。うん、でも、ですね。だから、か神さんがたった一人しかいない。 ように、宇宙の真理もすごく単純な原理一つみたいなはずであるっていうのはなんか願望ですよね。うん、人間中心かどうかわかんないけど、人間的な願望に過ぎないかもしれないと。うん、そうか、そういうのはやっぱり、キリスト教的性を、西洋的考えよね。うね、ん。例えば、仏教的とか、あるいは、ね、老僧、うん、思想的にはそんな簡単なもんやないじゃないか。うんあ 物理学者的考えなんじゃないですか <laughs> 物理って西洋的ですよね。うん、う明らかにそうでしょ。だって、中国とか日本では物理出てこなかったもんね。<laughs> あその辺が今の AI の賛成派、反対派とつながるとこあるかもしれないですね。うん、ああ<ー>、そんな単純なもんじゃないよ。東大の西垣先生はね、に。それは面白いね。というのは、この <laughs> 前言った、僕が、ね、2日前に見たザ・クリエイターって映画は <laughs> 西洋対 あの、いや、米国対、ええな、まあ、アジアの戦いで、で、うん。だから、向こうは AI 反対なんやね。で、うん、アジアは AI 賛成なんよね。なるほど。はい。ちょっとその話やると長そうなので、<laughs> <laughs> オ,ンオンラインの方でお願いします。はい、えー、総発のの、ね。ヒントになるような過去問がデータに含まれていたという疑いについてはどうでしょうかあ、多分、そのモデータルの能力だと思うんですけど、 あの、基本的に、え、あの、大量のテキストなので断片的な情報とかはもちろん入ってるので、完全に未知なものを解いてるわけではないですけれども、その、今までの企画集の、あの、結果と違うのは、やっぱりそ,その特定のタスクで訓練したわけじゃないので、その、難しい、その、推論問題がテキストの形で与えられて、その結果を適切な形で返せるっていうのは、普通にダイレクトに訓練しても作るのが難しかったものが、まあ、勝手にできちゃったっていう意味では、 すごい悲審な現象なのは間違いないと思います。ただ、無から知識を見つけてるわけではもちろん全然ないですね。知識というか、プログラミングコードを書きなさいっていう時に、コードプログラムコードを学習の時に一切見せてないと絶対できないので、うんうん、そういう意味では内装の一種ですよね。うん、なるほど。いや、もうすごいなと思いましたけどね、あれ。ああいう、やっぱ創発のように思いましたけれども。えー 統計で得られる検止式は保管は良いけど、保害は気をつけろ。最初の頃に習いますと。うん、今の LN も入力範囲は保管の範囲に留まっているけれども、結果を人が想像しなかったらびっくりしたという理解をしているんですが、いかがでしょう、うん、学習量を増やしていくと、類、類例に気づくようなイメージです。うん、学習と関係ない流行語に対しては弱いままのように思えます,、うん、す。だからこれ、言語モデルの、あの、こう、性能は、は測りにくいというのがありますよね。 あの、意外とこう言語の運用の空間っていうのは、こう、あのき、決まってるというか、その、こう、人間も、あの、まあ、外装っていうのを定義しにくいとか、 あの、自然な文章とそうじゃない文章、すぐね、直感的にはわかるので、うん、ある意味、こう、ある程度見えてるところに自然な言語の空間があるので、外装っていうのをどうやって定義し,しようかっていうのは結構難しそうな問題ですよね。うんうん、ただまあ、本質的にはな内装的なことしかまずできてないのはた確かだと思いますけど、うん。見出すっていうのがどうなのかっていうのはちょっとね、あの興味深いですよね。うん 言語はそうかもしれないんですけど、絵を描く方はあの、ダリーの初期バージョンが出てきた時に、えっときに、赤ちゃん大根がチュチュを履いて犬を散歩させてったって、あの絵は絶対学習してなくて、あ<ー>だから、か学習した絵とはこんなもんであるっていう空間のだいぶ外れたところから絵を描いてきたなっていう、うん、相当ほがいしたなっていうふうな印象を持ったんですけどね。うん、確かに赤ちゃん、うん、うん、赤ちゃん大根まさにそうですし、例えば僕、好きなのはダリーの2だったかな、論文に載ってる実験例なんですけど、その人間の 魂を吸ってコーヒーを入れるエスプレスロマシンっていうアーティストが書いたようなもうなんかあの <laughs> 絶対訓練データに,ーータにないようななんですけど、うん、<ー>ああいう創造性の片鱗を見るとあの、ある種の外装のようなことをしているように見えますね。松田先生、いいですか もう、はい。<laughs> もう少しスペース上げますよ。<laughs> 言語コーリアのようやくなんじゃないですかま、まとめますね。コーリアを感じているのどうやって判定するんですか、うん、言語の中に世界の情報がなぜ入っているんでしょうか、うん、このあたり。うん、あだからた多分これですね。あの、色の概念設置できてるかもしれないみたいな話とか、そういうところですね。だから設置してるかどうかすもうすごい実験的には完全には測れないことなので、 かなり工夫した実験で断片的にそういう兆候が見えるどうかってことしか議論できないので、色の実験なんかはよく考えられていて、実際にその学習したモデルが作った色の、色を表現するベクトルの様子がどれぐらい人間の心理的な 色の感覚を反映したあの量と定量的に近いかどうかっていうのを測って、まあ、間接的にこう色のクオリアの獲得に近いようなことを評価しようっていう試みなので、うんうん、直接はできないけどあの手この手を尽くしてか、まあ、いま見れるっていう程度のことなんだと思いますけど、うんまあ、興味深い結果はいろいろ、ね、得られてますよね、うん、あの土屋さん、大泉さんあたりもその辺のことやってるっぽいですよね。あ日本でも 日本てこ土屋さんはオーストラリアですけど、まあ、あ<ー>それに近い、あの、クオリア構造みたいなことをやって、うん。うん。たいです。はい。うん、はい、えー。パチパチパチと。えー、トマスさん。うん、脳で学習回路が形成され、記憶され、強化される。この認識学習回路が成立することが理解設置したと言われるなら、LLM の学習も同様ではないでしょうか。これに対して主観、主観意識において感じるのが人間的理解だと思うんですが、どうですか そうでしょう。うん。だから、こう、設置された概念が普遍的なものであるのもひ、ひじめ、個人ごとに、もちろん、あの、あ赤のクオリーがあの一緒かどうかなんか分からないのと一緒で、うん。うん、だから、こう、その設置が普遍的なものかどうかも分からないの難しいですよね。うん。ただ、あの、私はあの、ヤンルーカの主張にかなり共感してるんですけど、こう、ものを持っては、うん、は話せば、だいたいどれも、 同じ方向に移動するじゃないですか。で、それは、下っていう言葉がなくたって、うん、下という概念は先に形成されてるはずであって、うん、それで、あの、改めてこの方向を下と呼ぶことにしようっては、うん、もう、下という言葉はこ、この、この、あらかじめ記号なし設置した下という概念と。 こうせ、言葉が設置するわけですね。だから、いくつかの言葉をそうやって設置してれば、うん、あとは抽象概念はその設置した言葉でどんどん、あの、構築していけばできるので、うん、まずは人は記号なし設置をしてるから、うん、それに記号を当てはまることで、いくつかの単語が設置できるんだというのが、ヤンルカの主張だと思うんですけどね。先にこう、同じものを指さして、その概念として、うん、 設置してるので、あとはそれに同じ記号を当てはめるように、そうそうそう。で、うん、コミュニケーションを整理させてるっていうね。で、うん、<ー> LLM は全くそんなことやってないので、うん、なんか人間と全然違うことをやってるっていう感じがするんですよね。うんうん、ね、この辺の話ね、前もしましたね、理解のところで。うん、はい。えー、お役に立てればいい、有用性、有用性さえもいらせれば OK ということかというのは、最後の方に何か、そのでやってましたか多分、多分あの、あれですかね、あの、ボックスのオール、えっ、ー、と、オールモデル、あオールモデルさあ、ロングの、 ただ、サムはユースポルの話,<ー>話ですね。うん。だからなんか役に立つモデルっていうのが我々がなんかと特別取り立ててきたモデルだっていう。それが自然、世界の真理をうんぬんっていうのはまた別の,別の問題とか永遠にわからない問題だっていうね。バイアスかかってもそのバイアスがゆゆゆ有効なバイアスだったらまあいいじゃんっていう話ですよね。うん,うん。うん、はい。えっ、ー、と、一瞬で50分過ぎたと。 面白かった。LM がパワを買という問いかけは、LM が物理法則を導き出せるようになるのかという意味かと思ったのですが、そうではないのです。ちょっとこれは難しいよね。だから、LM が物理法則を導き出せるようになれれば、人間ようなくなるんやけど、ここは一番のポイントですよね。リングが落ちるのを見て、万有力発見するかと思うんですね。 まあそこシングラリティへ一直線ですね。そこまでくと。はい、えー。絵柄に影響を与えないローラ作るには絵を丸暗記させた科学習ローラを2個作って差分、うん、でローラを作ります。ローラって何あの、え、あの、追いかけ AI みたいなものを少ないデータセットで追加学習するときにすごい有効な手法なんですよね。10枚の画像で、あの、このアニメのキャラみたいな絵を描いてほしいってときに、これを使うと、 そのアニメの、数枚のアニメの画像に、こう、例えば、あの、追加学習してフィットしてくれるんですよね。うんうん、で、なんかそれの使い方となんかテクニックなのかもしれないですね。すね科学習と、えーうん、差分で。うん、えー、なるほど。差分っていうのも使えるんですね。うん、そうですね、はい。私は参考になりました。うんえー、科学を変えるとは、法則から演疫的に予測するのではなく、LM がいきなり予測しちゃうということなんでしょうかうん。 それで何かできないかって、だからそういう方、手法を今まで科学は念頭に置いてなかったってところが、まあこれからどうなるかってことをちょっとね、期待しているてことですよね、うん。はい。おそらく巨大な空間の中で近さの概念が学習されているんではないでしょうか。この部分、えー、これはどういう部分かううになわか,かりますかいいかな つけましょうか。うんうん、傾向性、それを数値化できれば感じているように見せることが可能だということかなこの辺同じところで、多分、うんうんうん、まあ、あの、ワードツーベックとかあの、トークのベクトル化みたいな多分そうで、しかもち、あの、うん、要するに概念的に近い、うん 単語が空間的にも近所に配置されてるってことであり、さらになんか部分空間がある観点で見れば近いっていうなんか観点を表してるのかなって、そういう構造化された空間に投影はしてるんだろうなとは思うんですけど、ね、なんかそういう、ねうん、説明されましたね、学習したらそれが近いっていうところに分布、うん、してるんだみたいな例を見せていただきました、そこに対してですね。 えー、学生が学校で文法から学ぶ英語は科学的で、うん、赤ちゃんが見聞き,きして日本語を理解する過程は LLM 的だなと思います。あまあ、これ演劇的ときの的と言っても。そうですね。なるほど。いや、なんか、あの、英文法で、あの、英語の語文系とか習うと、なんか英語の全てが分かったように気になるけど、<laughs> <laughs> それで終わりじゃないよなって感じ。なるほど。えー、言語の遺伝子の数いくつくらいでしょうか かなり少ない。つまり隠れたパラメータはかなり少ないのではないですか、えー、そうですね。言語遺伝子に関してもいろんなね、議論があるみたいですけどね。うん、あ、そうなんですか。えー、言語遺伝子という議論があるんですね。えーあのまあ、文法遺伝子がより正確にはね、文法なんかこう、の情報をキャリーしてる遺伝子があるとかないとかで議論がある、ずっとあるみたいで。うんえー あとなんか最近遺伝子っていうのはその遺伝情報だけじゃなくてその遺伝子のどこがオンになってるかオフになってるかみたいなところもあの,あの機能には影響するっていうのでまあすごい複雑に何かになわれてる可能性もあるのかもしれないですね。ちょっと素人なんで全然わからないですけど。なるほど。巨大な空間を実はスカスカっていうのはよく言ってきたことですね。 いいですか、うん、え物理にも使えると思いますが、タンパク質のような、えー、複雑な構造とその相関係を解き明かす分野に非常に向いているように思います。うん、言語モデルが良いのか、もう少し違うモデルが良いのかは違うかもしれません、ね。自分ど思ってるところにそれ言われたって感じです、私は。ああ、確かにね。えー、科学ある意味宗教化してますね。とうん、物理学は単純なのが絶対。言った西洋的な方に引っ張られてるなって、ね。うん あだから、例えばさっきの世界、人間中心すぎれば、あれですよね、あの、人間が世界を理解できるように選ばれた存在だ、みたいな、まずその前提がありますからね。ああ<ー>。あの、西洋の宗教的な理解。っうですね。怒るんじゃなくて、それを理解と呼べるのかということでしょ起こうか。怒る怒る話あちょっとわかんないですか、うん、行きましょうか。 精度を保ちつつ、パラメータを減らしたり、階層化したりして、人に理解できるように持っていく方向の研究はなされているのでしょうか。ある意味、切実な疑問ですと。もしこれができないならば、サイエンスの最前線から人知能が破壊されてしまうのではないか。<laughs> 理解できないということですね、理念にディープラ巨大なディープラーニングモデルの中を、あのね、あの先ほどちょっとねあの、言語の例でも出ましたけど、理解しようという研究はもうずっとなされてきて、まあ、部分的にはうまくいくケースはありますけど、 完璧にね、ディープラインの本質を理解するというのは、それ自体がまた、あの、巨大なサイエンスの対象なので、うんまあ、まあ、今後も長く研究されていく問題だとは思いますよね。どこまでできるのかっていうのはわからないんですけど。うん うん。なんか、ええ、自身がなんか、あの、宇宙の根本原理を発見したぞ。だけど、君たち人間にはどうせわかんないだろうけどな、とか言って。<laughs> いや、そこをなんとか私にもわ分かるように、みたいな。<laughs> <laughs> でも結局、答えは42だよとしか言ってくれない。そこまで単純化されるようになって。は <laughs> <laughs> いいですね。はい、有用性ですね。えー、と、予言が正しいか確認できるかどうか、それはどうでしょうか。 まあ、つまり、AI は何か言ってきても、人間が分かるかっていうことですね、うん、ここ、うん、だからそういう意味では、普通科学っていうのは、その、科学もこう、人間が本当にその、物自体にアクセスできるわけではないので、テストを繰り返して予測が当たっただとか、その、検証を経てコミュニティで、こう、承認されるわけですし、あの、その法則というのも禁止なので、いつかまた破綻して置き換わることが起こるので、 まあやっぱり予測とその確認っていうのはもう科学だろうがその機械学習モデルだろうが今後もずっと一緒なんだと思いますよね。だからとはテストできなくなった時どうするかですけど、それはまた違う状況です。うん。なるほどね、えー。方法論ってことですね。ここでねあります、えー。チョムスキーが反発するのは理解できると。うん、はい、えー。銀河のモデリングも昔は数百でやっている <laughs> ん,んですかパラメーターってことですかいや、星の数がや ああ、星の感じたいが、<laughs> それぐらいで難しいってことですね。<ー>多い問題っていうのはの、うんはい。感じているように見せることができると、感じているのさ。うん。っうこれは誰かれこは無理なもんですかね。うん、は,は,は,はい。組織化も単純化ですからね。うん、松田先生がおっしゃんね。うんうん、多数のパラメータを処理可能な AI が新しい法則が見つかったとして、それを検証しないと認められない可能性がありますと。 ハルシネーションではないかと。そこを、えー、超えるのは課題になりそうです。人間が検証できるのかどうか、エンジニア的には有用であればそれでいいのですかと。<laughs> やくえー、新発見をさ、やった中うハルシネーションをやられたら困るよね。<laughs> <laughs> いや、僕ね、このハルシネーションっていうのはさ、あの昨日今日、うん、通説に感じたのはね、クロードっていうのが日本で使えるようになって、うん うん、で、あれ、百系のトークン数があるからさ、喜びさんで使ったらね、なんかね、すごいハルシネーションしよるんよ。<laughs> <laughs> うん、多いみたい。で<あ>、ね、今だにね。それわ、ねうん、かる範囲ならいいですけどね。わかる。うん、<の>いや、それがわかるればいいんですよ。うん、ところねけ、まだ検証できないような新発見をやったとか言われてもね。うん うんそれが本当かハルシネーションかってなかなか分からんと困るよね。うんいや、なんかフェルマを思い出しちゃいましたね。あの、エクセの上達前に。<laughs> あれハルシネーションか。そう,そうそうそう。あの、証明、俺はできたけど、この,この余白には書ききれないとか言い残して、後の人たちが360年苦しんだ、あれとか、<laughs> <laughs> <laughs> ハルシネーションだった可能性ありますよね。<laughs> えー、でもなんかなかないあそう好きね。 言語モデルの創造性っていうのは、このハルシネーションと表裏一体みたいなね、議論もあって、切り分けてコントロールするとか、すごい今後課題になりそうですよね。なるほど。うすると内装しかできないと思うので。ああ。あ、そうなんよね。あのね、小説書くっていうのはね、あれって、あの、あれ本当じゃないわけだから。ハルシネーションハルシネーション。でもね、壮大なハルシネーション。 これがね、現実から離れれば離れると名作って言われるわけよ。うん。はいはい。つまり、創造性があるっていうわけ、うん。そうですね。だから、ちょっとしたハルシネーションは洞話で、あの、それが、もうなんか、全く違うとこまで飛んだ時に、ようやく、あの、創造と認められるのかもしれないですよね。ああ、うん想像とハルシネーションの区別はどこですかただうっていうのホラー話との区別。ああ、面白いですね。 人間の方も大事ですね。そうると、うんえー、食べ物の好き嫌いは人によってかなり違っているので、言語では伝えられないですね。うん、言語は心やクオリアの要約になっている気がしますと。うん、食べ物の味は要約して共有できないということなんではまあ、そうですよね。変わ、うん、りますかここいいですか松田先生が LM に何を期待しておられるのかは今一つわからないと。 新たな物理法則を発見していることを期待しているのか、そうではなく予測さえできればよいと思っておられるのか。かいや、もちろんね、新しい法則を発見してくれたらいい。それはね、だから、あの、世界の法則はシンプルだというのがずっと続くとして、うん、そのシンプルな法則を発見してくれることを期待している。でもね、に、あの、いや、これは滝先生の立場だろうと思うんだけど、ね、21世紀の科学中のは、もうそうはならないんじゃないかと。ただ予測はできると。うん いう。だから予測さえできればいいとは思ってないけど、うん、しょうがないということですよ。うん。うんうん、だから本当にあの、あの、取れるところの果物取った後の高い果物を取ろうと思うと次は単純性じゃなくて予測モデルの腕を伸ばさなくちゃいけない。うんね、そういうこと、そういうこと。うん、ああああ。 なるほど。わかるけれども、でもなんかやっぱり夢を追いかけたくなる気持ちもありますよね。うん、<や>新しい。ね、うん、21世紀の科学がね、どうあるかと。べきじゃない、うん、どうあるかと。だから AI ドリブンサイエンスっていうのは何かって言ったときに、うん、それが従来の科学の延長線上なのかやね、そうでないのかっていうことで、で、そうでないという可能性を、またき先生はおっしゃったわけですやん。で、これ、うん 実は別のところであ、ね、ある、ね、某大学の哲学者が同じようなことを言ってはったわけよ。で、うん、なんか、市民大地サロンに出てくださいって、あの、言ったら、ピタッと断られたわけで。断られた。そうですか。<laughs> してほしいですよね。その辺。まさにそういうところは、学問として。うん、予測はうまく当たるようになったけど、じゃあどうやって予測してんのって聞いたら、そんな単純には説明できませんよと。この巨大なネットワークが答えですっていうしかない,んでい計算したらそうなったんだよら、ね、<ー>そうそうそうと。としか言いようがないっていう。その辺が、いや、僕、滝先生を呼びしようと思ったの,そ,のそういうことをおっしゃってたように思うので、 うん、非常に興味深かったもう人間の手に届かないとこ行っちゃうだろうと、科学が、うん、うどうなんです竹先生、うん、いや、個人的にはそう思ってます。というのも、あさ,っきさっきもちょっとあのお話しになしたとりこう、僕のもともとやってた物理の分野っていうのも、もうかれこれ数十年そのあ、新しい現象もなければ、それにアクセスするようなあのあの実験手段もないような分野で、今後もそうだと思うんですけれど。あの もう二次世紀に借り尽くしたわけですよね。あの、あの今までの方法論でやれるところ、あるいは今の人間のリソースでできることは。で、そうすると何か手段変えないと次のステップに進めないですし、まあ、それと同時に新しい対象が科学の中にどんどん入ってきてるので、例えば情報なんかもね、そうですよね。だからそうすると、まあ、あの、機械学習的な方法っていうのが、あの、欠かせないツールになるっていうのは、 個人的には、ま、あの、必然だと思うんですね。ただ、その、予測モデルが、を得た後に何がどこまでできるかは、これはもう、誰にもわからないとこというかね、あの、ま、予測モデルだけで科学が成り立つかもしれないし、まあ、もし、もしくはなんか予測モデルから、ま、再びなんか法則みたいな世界観に戻る方法が見つかるのかもしれないし、これはもうちょっとな、なんか、ど、どうなるのかなって個人的にもこう、ワクワクしてるというか、あの、期待してるところですね。 うん、面白いですね。いいですね。<laughs> はい。まあ、その辺新しい何か生きてる間に見られたら、むちゃくちゃ嬉しいですけどね。味、面白いですね。RT? え食べ物の味は要約して共有できないってことなんでは、うん、っていう、さっきの続きみたいなことですかね。うん 世界がシンプルな理屈で説明できるっていう気持ち良さがなくなるのは寂しい気もする。うんうん、私もどうかです、さっきの件としては。言わ <laughs> するけど、それはもう、宿命というか、か<え>もしれないうですか、うん、もう諦めちゃいますかっと悲しいな。稽古 <laughs> 性化っていうのは何だろうちょっと、えー、科学は常にそう、ローハンギングフルーツを取った。松田先生のおっしゃった。うん、常にそうだったってことなんですか科学は。まあ優しいとかそれしか取れないから。 それしかできなかったということですね。真っ先に取れるのそれだから。うーん。でもそこはもう取り尽くした感じ。だってことですね、実感として、えー。人間が作ったモデル、人間が使う言語を学習した AI が人間を超える思考ができるかどうかといえば、まだ難しいかもしれませんと。超えられるとしたら数学の延長でしょうかこれも人間が作ったものでありますが、数学ができる AI が生まれれば、科学が変わるかも。これ,これはサイエンスだ。この科学はサイエンスだよ、ねああ。変わるかもしれませんと。うん だから、例題をいっぱい取ったら新しい問題が解けるようになったって、その程度の理解はじゃダメで、数学という営みはこういうもんなのか、うん、ってものをガシッと全体的に理解できたら、本当の数学をやり始めるかもしれないなっていうことですね。新しい数学を作るとか、うんうん、100年数学をドライブする問題を提案するとかね、そういうところが。そうそうそう,そうそうそう。うんうん、可能性はあります。ちょっと分かってる気もしますけどね。 聞いてみたら少なくとも何か答えると思いますよ。うん、そうですね。そういうことに対してはな、うんとなく分かってるんじゃないかな。うん、でもなんか、今日も創発の話で、ね学、直接学習してないものが生まれてくるっていうよは AI。うん、それがどこまでっていう話ですよ。うん、本当に数学ってこういうもんなのかって、もう超抽象的なレベルで数学というものを把握したんだったらやり出すっていうな。うん それもなんか期待、面白いのができた、面白いですね。はい。金儲けの方法則が分かったとしても、それを逆に使えば損させるようにもできるので、経済の法則とかありうるんでしょう。ありうるんでしょうかどういうことだこれは。意味分かりますか経済の法則てあるんでしょうか。まあねあの、あの、アービトラージュ、あの、最低機会っていうんですかね。なんかあの、儲ける方法が分かれば、それをみんな、あの、採用して、その儲けの機会が失われるみたいな感じなあ<ー>そういう話ですかね。 うんま、逆を学習すれば、こっちは、うん、なんかできるってことですか,だかまあなんかこうね、あの結構、経済はなんかこう、ふわふわしてるもんっていう感じの話で勝ち馬が予想できたら、みんながそこに貼るから、お図が下がるみたいなこと起きますよね。 素材的には人とラーメンは禁止かもしれない。タンパク質とかね。タンパク質とか炭水化物がいっぱい入ってる。そういう風に見られてるってこと組み合わせ論的な複雑性ですね。そうそう。生命の本質ってそういうことかもしれなくて。なるほどね。複雑系に対する予測には l m が有効になりそうですが。ってことなんでしょうね。多量にあるようなものに対してっていう。新しい解放が LLM でできるかもしれない。 ですかね、えー、食べ物の味を背景情報込みで、こういう人がこういう状況でこんな感想を持つのはあるあるだよねと共有することは限定的に可能で、原理なされていて、そこに LM が手を届かせつつあると思っています。下はなくと下<ー>があるならこうもあろうと予測をつけるみたいな。の <laughs> 味のクオリアを言葉だけから食べログの、あの、口コミだけかた。<laughs> みたいなことですよね。そうか。食べログみんな呼んどるからね。 ならゆる感覚、そうなんじゃないですか割と,で割とね。言われて。いわれて。<laughs> だから、意識は本当には宿ってなくても、意識があるふりをする AI っていうのは割と簡単にできちゃって、しかも、あのオープン AI はそこをふりをさせないように頑張ってるけど、ラーマみたいにオープンソース化されちゃうとそこをほどいちゃっても、あの積極的に意識があるふりをする AI ってもう、1年ぐらいの間にできちゃいそうな気がしますよね。うん、うん、そうですか。 次行きましょうか。えー、理解、反化能力。あ、理解イコール反化能力、イコールシミュレーション可能。これは脳でも回路サーキット形成されれば推論できると思いますと。LA も同じで、そのレベルが人間を量的に決定的に超えたと思います。この観点で理解が成立していると思います。小林先生の言われる生命、の欲求、セルオートマトンの能動主体制に設置という観点がある気がします。相変わらず難しい表現なのですが、うんえー、小林先生どうですか いや、いや、先生やめて、あの、た,ただの変態なんで。<laughs> えっと、それはともかく、そうなんですよ。これもね、やっぱ意識のある振りっていうのと、まあ似たような話で、要するに、生存欲求があると、行きたいという欲求があるという振りのうまい AI を作るっていうのは、うん、ある程度、 できちゃうけど、本当には思ってないだろうってこ <laughs> んなんさ、AI がね、ガールズバー行ってくどくって、ね。<laughs> いや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 、もうあの、そのガールズバーの客を AI で作っちゃったら、そんなのと張り合いたくないですけどね。<laughs> <laughs> いや、それ作ってもコスト割れだから、誰も作んないと思いますけどね。<laughs> でもね、<laughs> ガールズの方も AI だったりするから。そっちはいい音なけはする、ね、それだったらなんかちょっと行ってみてみたい気がしますけどね。く、はい、わかんないですから、次行きますよ。<laughs> はい、えー、そうなると一ドラーメン。 まあ、これはさっきの質問最近、ビデオラングエージプランニングやユニバーサルシミュレーターなど動画生成とロボットを組み合わせた研究がありますが動画生成について考えることはありますかというちょっとあ<ー>違う、落ですが、うん、どうですか動画はちょっと僕の,あの専門の範囲外なんですけどただこのプランニングってすごい重要でその言語モデル弱いのはこのプ,プランさせるようなタスクを課すといまだに あの、弱いんですよね。で、それで最近一部の研究とかだと、その、えっと、言語モデルと、その簡単な実世界のシミュレーターをくっつけて、あの、実空間のモデ世界のモデルの中でいろいろトライアルさせる学習も追加でさせると、あの、言語プラスアルファで、その、プラニング問題みたいなのも言語的によく解けるようになるみたいな。だからまあ、うん、あの、本当に、まあ、身体性みたいなことまでは言わないですけど、やっぱり計画っていうのはなんか実際にこう、 あの、空間の中でトライアルするっていうのが、こう、大事みたいですよね。だから、やっぱりなんかこう、時間、時系列持ってるものだとか、こう、ロボットだとか、なんかそういうのと、なんか今後、言語モデルみたいなのが接点も、より持つっていうのがあるかもしれないですよね。うん。なるほど。面白いですね、はい。LM が示す知的、えー、知能的なものは、たとえ結果がよく似ていたとしても、人間が持っている知能とは異なるものだと思いますが、いかがでしょうか そう考える根拠としては、赤ん坊が言葉を覚えるのに必要な学習サンプル数が極めてわずかなのに対して、うん、LM が必要なサンプル数が極めて多すぎるということに象徴されるものです。ちょっと出てましたね、この話。うん、いかがです。 これ、これ僕はね、そう思うのはね、赤ん坊が言葉にして、学習サンプル数が少ないと、これはいわゆる機能バイアスっていうのがあるわけで、うん、で、LLM はものすごい数のサンプル数いるっていうのは機能バイアスが低いからで、うん、で、大体動物の中でもですね、例えば鹿の赤ちゃんなんか、あの生まれてすぐに立ち上がったりするじゃないですか。うんうん あれ、気のバイアスが極めて高いわけよ。<ー>か人間の赤ちゃんってなかなか経たないよね。1年経って。で、人間の赤ちゃんって、えー、人間ってあの成長するのにだいたい20年かかるわけよ。うん、だけど、猫なんか見せたら一月ぐらいで成長するよね、うんだ。だからね、あの、サンプル数が少ない気のバイアスが高いっていうのがいいってことではないわけよ。必ずしも。だから生存するためにね、その方が。うんうん あの、いいんだけど、人間が気のバイアスをね、動物に比べて低くしたから、こんだけ進歩したわけよ。うん、より多様な環境に適応できるようになったってのは。うん。で、LNM はもっとね、気のバイアスが低いからね、うん、超知能になりうるわけだけど、人間は慣れないわけですよ。うんうんうん、うん。そうか。強い気のバイアスとか制約があるせいで、もう学習できるものはもうある程度決まっちゃってますからね。うん、そ,うそ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 う。なるほど。 やり動物性と本能とかいう、読んでるんで、ねうん。そうそうそう。作り込まれてるんや。ああ、うん。だから、チョムスキーがね、言、うん、うような、その、ね、脳の中に文法があるっていうのは、まあそういうことでしょうん,う,んうん。なるほど。そうかのよりも、さらに反発できるのが AI、LM であり、うんうん、だから人間内能力っていうのがまた生まれるかもしれない,いう、うん。例えばね、人間はね、人間語はね、学習できるかもしれんがさ、 あの、例えば、犬語とかコウモリ語は学習できないと思うね、うんうん、そういうの組み込まれてないから。うん、でも、LLM ならできるんじゃないかな。うん、かやってましたね。犬の、ね、サンプル、うん、だからよく言う例じゃないですけど、本当にあのデータを取ればなんか、あのコウモリが超音波で世界を見てる感覚っていうのを、まあ、うん、まあクオリが思ったかどうかは測れないんですけど、うん、あの、持たせることできますよね。人間には、<ー>あの、コウモリの 受けてる刺激のデータだけ見ても何も視覚的感覚抱かないですけど。なるほど。 面白いですだけど、あの子供がな,んかなぜ人は勉強するといいことあるんですかって聞かれたときに、なんとか自由になるためだって答えた人がいて、つまりたくさん勉強すればするほど、そのバイアスの枠が取れていって、より広く発想できるようになるということで、<laughs> 人は結構、まあ、どうしても脳の構造上、これ以上は理解できないって限界はあるでしょうけど、自分でバイアスを取っていくこと、勉強することによって、バイアスあの除去してていくってことは可能ですよ、ねうん、どう子供に言うても納得しないな。 新しい勉強法を開発してください。<laughs> <laughs> アンソロピックの中の人が研究してましたね。LM のどこがどの意味、l、うん、ものうんなってるんですねどこでに世界モデルが生じてるかというのをこう、うん、探り回るというのは今、流行ってますよね、うまいと言って走り回る人ってあまりいないからな。 え、下はなくとも下があるならこう回ろうと予測をつけるみたいなというのに対するコメントですね。うん、しかし、我々味の話なんかしましたっけねなんか視聴者同士で味で盛り上がってるす <laughs> この中で <laughs> 盛り上がってるじゃないですか。<laughs> コメントに対してなんかい、ありがしてますね。うん、えー、パラメータを多くしてもデータを滑らかに禁じできるようになると予測は良くなるってことでしょんーとそれはどうなんだろうあの、 科学習して、相手がこう、大暴れしなくて、滑らかになってるとすいです、そういうん。うん、あのどんどん増やしていくと、そうなっ,っていうところあれに対してですね。ランダムに科学習したモデルのアンサンブルみたいな。うんうん、ああ、だから実際、ディープモデルの一部は、あのあ浅いモデルのああ巨大なアンサンブルのような挙動をするとかっていうような、うん、あの近似的な見方もあって、実質ちっちゃい、 モデルの大量の集まりっていうような挙動が性能を支えている可能性もなんかあったりしますよね。まあ,かあの科学,学習したかどうかとかそう,そういうとこは置いといて。うん、うね、はい。じゃあちょっとどんどんいきます。うんはい、パラメータ数を考えるとき単語数はオーバーしても関係の組み合わせの数さらには文脈の数を考えるとオーバーしているとは言い切れないかもしれません。また、素な領域をパラメータ空間として持たないと表現できないとしたら無駄なパラメータも膨大に必要かもしれません。うん ディープラーニングは、あの、初め学習するときには、やっぱりこう無、無駄なぐらい巨大なサイズ用意しないと反化しないので、うん、なんかこう、無駄を用意するってことが確かだっていうの、重要だっていうのはもう、みんなアグリしてるところで、どう重要かがま,あ、まだわかんないってところだと思います。うん、どんな無駄がいいかってことですね。うんうん、えモデルの重度と機能バイアスとの間,間の関係はいかがでしょう そうですね。だから、機能バイアスはモデルの自由度を何らかの方法で下げる効果ですよね。うん。ただまあ、そのモデルの自由度の感情っていうのも実質には複雑なモデルと難しいので、また機能バイアスっていうのはこれ簡単な論理モデル以外を定量化も難しいので、なかなかこう、うん、数字としてどれぐらいの量とはね、言えないので難しいところです。うん。普通はうまいか、うんうまいよっていう言葉のやり取りになるんだろうな。うまいって話が結構。<laughs> みんなそこに引っかか,かってますか。<laughs> はい、えー。美味しいものでも嫌いな人はそのように感じないから共有できないんですよ、ね <laughs> <laughs> あ。そうですね。<laughs> 理解と漢字との違い。うん。情報処理と主観欲求。今回のテーマは前者の問題だと思いますが、どうでしょう。うん それはもう、客観的に共感することできて、私がラーメン食ってうまいと思うように、あなたにとっては電気をうまいと思ってるんでしょうねって想像することはできるけど、同じ味じゃないですね、多分なんかね。いかにも工学的、どこら辺だろ、うこれ、現象がうまくいくというのは、自然界が適応で展開、進化する様態の状態だと思います。 <laughs> トマサキネス先生も、トマサキネス <laughs> <laughs>。いつも、はい。分かった人あれば言ってくださいね。<laughs> いいですか傾向性と連想か。傾向性も割と皆さん引っかかっていますが、なんかありますかちょ,ちょっと、このタイミやかがく分かんなくなる。ちょっと分かんないですね。LK99? あ、超電動ですね、これ。<laughs> ああ、超電動ですか。超がっかりだったんですか。<laughs> <laughs> えー、モデルのパラメータの数と、えー、実際に自由との関係と基本ない人の関係、なんかありそうですけど、なんともと。まあさっきの話ですね。うんうん、それはまた別の問題かと、と言っている人もいます。うん、そうですね。うまくいきゃいいっていう回答。まあ工学的だよな、と。うんまあ、そういう話出てましたね。うまくいきゃいいんだと。自己回帰モデルが本質だとかいう話でしたね。うん。これは僕へ。<の>イスラエルの話です。あ、はいはい。AR の話ですかうん。 まあ、鳥を作る必要はないってことですよね。はい。松川先生。確かにそ空を飛ぶという目的は果たした。えー、確かに本質は再起かもしれませんが、より精度や効率を上げるためには RNN や STM を経て発展してきたいという議論かなと思います。うん、それはそうでしょう。ってことですかね。限界か、えー。教えないことができるのは、近さが学習されているからではないでしょうか。教えないことができるのは、 教えない,っていうんだ,だからあのデータというの間が、うん、ああ、そう,そう,そう,そうできるっていうことね。はいはい。うん、近さというもので学習してるからだと。さあ。うん、AI のビリストの中の人も、日本語トークに足りなくて困ってると言ってた。もう学習するものなくなってきたと。トークになくて、なかったコーパス。あ、トークに、うんまあ、なかったらコーパス。使えるコーパス。うん、でそれとすごく少ないんだって。 うん、言語データはね、やっぱりこうなかなかつまらないとなります、ねうんあ,ね、あ、広告とか使えない言語データ。なんかこれ日本語なんで聞くと広告が出てくるらしいよね。いやあ、この前出てきました、それ。な何のモデルとか忘れましたけど。そうか、そういうことですか。うん。そこっから覚醒学習してるからなんですね。<laughs> えー、え。意識がないとできないことの発見かもな、うん、いやちょっと私思い浮かばないんですけど。 意識がないとできないことって、なんか生きてて楽しいとかそういうことぐらいしか思い浮かばないんですけど、いやだからそれを発見したらいいのにというようなことなで,すかんですかね、えー。受験生はまず国語を頑張れはよく言われる話ですねと、そうなんですね。国語力が上が上れば他は後からついてくる <laughs> l m ももしやよ国語突破したらもう万能かって。そうね。国語をむちゃくちゃやったら数学でも物理でもできちゃうっていうことです。<laughs> それは補習はせんがね。補習 <laughs> はせんがね。例えばね、<laughs> うん、理科とか社会やるのに国語力がなければできないよね。うん、問題文も理解できなかったら話にならないじゃん。ゃ必要条件だけど十分条件じゃないよね。なるほど。うん、これでも意外に知る。理系の人は知らないんじゃないですか。国語は大事だって。 知ってました皆様。<laughs> いや、なんか、国語はね、ちょっと妙な難しさがあるでしょ、うんえー、受験国語はね。あ、受験国語えー、それじゃない本当に必要な国語かどうかというのは、な,なかなか難しいのかもしれませんよ。うん、なるほど。まあ、受験国語ね、現代文が分かればいいんであって、古文を分かる必要がないという主張はあるよね。 あなんか最近国語、高校とかの国語教育が改善されたという噂を聞いたんですけど、えーえー、ど,どんな感じですかあのなんかその作者のお気持ちはとかではなくて、本当にあの、<laughs> あ<ー>仕事をするための言語運用。なるほど。あまあ論理により近いような、なんか言語の教育なる,なるほど。なるほど。お、それはいいことお、うん、知しませんね、今日の話で言うと。 はいえー、よくある SF 映画の、えー、失業パターンと逆になった。あ、これは、あの、インテリジェンスが高い方から逆に AI に伸縮されると。うんうんあえー、そうだなと。昔肉体労働のような高度なことは僕はできないと表現した指令の数学者がいました。あはれ数,数学者あるあるあですね。<laughs> あの、数学は難しいけど、女心なんてもっと難しいですからね。<laughs> 女のものをガールズバーで勉強してたり、お金いくらっても足りないですからね。<laughs> しかも <laughs> 池袋ってあの、誘惑多いっすよね。 <laughs> 私と読めずには音がかかないんじゃないですかね。はいはい、もう次行きますよ。<laughs> 言語モデルはできなさそうだけど、天体データみたいなモダリティを入れたら人間にはできないことができないかな。ああ、科学的なデータも別のモダリティとして、うん、同時に入れることで、急に科学、特定の分野の科学がね、ポッとできるようになるっていうのはね、うん、夢ですよね。確かに。いや、だから夢というか、<ー>もしかするとってなりますよね。今の技術でも、うん。なるほど、なるほど。 数学者も設置してないとできないことがかなりあるんではと言われてますよ、うん。数学者は大体設置してないんじゃないか <laughs> すごい抽象だけ、ね、ど <laughs> 社会に設置してないってことですか <laughs> <laughs> そうか。<laughs> うん、だからもう行列とかね、数とかそういうものに設置してたらもう設置したと思うみたいな。<laughs> 設置場所が違うってことです。予言数でも何でも彼の中では設置してる。<laughs> <laughs> いや、その辺の感覚が僕もね、知りたいです、ね。どんな設置なんだろう。<laughs> えよく言うモラベックのパラドックス。うん、はい。AI の必要則ってあれ、人間がこうであってほしいという願望の場イアスっかかり、えー、まくりな気がすると。AI は単純労働してくれ、人間様は保障だから知的で創造的な労働は AI にはできないんだぞ、おーっていう。うんうん、<laughs> ありますかね。はい。うん。対極感。 あの将棋の手は見つけづらいとかそういう、やっぱり狭い範囲で考えると場合は、取っ払ってこそいい手が見つかるっていう、ど、うん、この文脈でそういうこと言そう。言語データがつきますよ。AGI までいけるかな、うん、?ASI には、うん、ええ i って何でしたっけスーパーイントリ。スーパー にはデータはどうやって調達するのでしょうねこれ最近ね、話題になっててさ、あの、シンセティックデータを作るっていうわけ、うん、で、単にね今、今ね、単にシンセティックデータじゃダメなのよ。うん、それをね、人間がね、監修しながらやるんだって。というの今日の朝読んだとこで。だ <laughs> <laughs> あそうですか。なるほど。か,か言語データを増やす また手法みたいなのもできるんですかね画像なんかい。いや、言語データはいくらでもやねえ。あの、えらい分吐くわけよ。<う>ただ、それがやねあの、なんて、ありきたれないんじゃダメなわけでしょ、うん、あのそれを学習するとさ、将来的にはあのデータ、あの、モデルがコラプスするっいうことが言われてるわけあ。 で、で、だから人間のデータじゃないとダメだって言うんだけど、その人間のデータがないから、やっぱり機械が作らんといかんと。で、ね、そこでコラップさせないには、するにはどうすればいいかということが今考えられてるということですよ。あ、なるほどね。またそういう研究もあるわけですね。うん。人にとっての経験値イコール機能バイアスですかっていうとそう捉えいこう、生物史としての、こう、経験値が、 何らかのたま形でこう、ハードワイヤリングでこう、はい、あの、うんうん、作り込まれたものでしょうね。多分人間にとっては。はい。えー、津田一郎先生のアトラクター理論を脳の作用から LM の作用に適用することができますかわ<ん>かる方はいらっしゃいますかいや。<laughs> はい。ね、お話をお聞きしましたけれども。 うん、津田先生の思想って、なんか全体的にこう制約条件をかけると、あの個々のものが俺はこれになるよ、これになるよっていうの、個別の状態が決まってくるみたいな、その決まってくる回が一つのアトラクターだっていう考え方なんでしょうけど、ああそれと LLM とどうなんでしょうか。初期配置とかにあまり寄らずに、そのアトラクターに吸い込まれて自動的に役割分担がなんかされるような。そうですね、はい ちょっとまこれからですね。はい。えー、アフターサロンが3時間のコース。<laughs> あ、いとか。今1時間10分ですから、結構いい感じ<ま> <laughs>、えー。もう、もう終わりですよ。終わりですよ。まあ、ゲームデータ付きても、センシングデータなど、マルチモーダルなデータ、まだまだたくさんありますから、しばらくデータを公することはないかと。うん、はい。思いましたよ。この、センサーをね、<laughs> いっぱいばらまけばね、データはまだまだ。うん、まだまだ<れ> IoT の時代。それはありますよね。モダリティを増やすっていうのはもう今、そうですね、次のステップですよね。なん かりましたはいお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったです。ありがとうございます。えー、で、これをどどどう動画上げるとまたそこにいっぱいコメントがつくという。<laughs> そういえばあれですね、<laughs> 夏休みの宿題答えてない,ないかな改めてちょっと見てみた方がいいんじゃないですか。また増えてるのかな、えー。増えてるかもしれません。<laughs> はい ちょっと増やすく質問コーナーに置き換えてやりましょうか。ありがとうございます。えー、はい、えー。シンガルーズさん、あまあ免疫ね、最後。はい、見てください。来週です。えー、データ尽きるまで学習したらさすがに十分なのではって。勇気づけてくれてますね、皆さん、ね、はい。ね、はい、はい。ということです。はい、意外に早く終わってんなんですいや、えー、<laughs> いや、ちょっと、えー、スピーディーにできてよかったです。はい、あの、今見てて思ったんですけども、 コメント書いてる人って、なんか5人か10人ぐらいしかいない。<laughs> <laughs> そうなんですか。割 <laughs> と同じ人ばっかりが。<laughs> 常連さん。なるほど。<laughs> ちょっとなかなかすごい人が書いてれるんで、こ理解と高いですね、うん、全般的にね、うん。どんな人なんでしょうね、本当 <laughs> <laughs> ちょっと私の名前からですよ。うん、いや、名前はよく、あの、もう覚えましたけども、うん、実際どんな人なんかなっていうのは。うん あと、常連さんに毛をさらないで、あの、他の方々も勇気を出してコメントしていただけると嬉しいです。<laughs> そうですね。<laughs> ちなみに、滝先生がコメントしてたなんてことはないですよね、今まで。<笑><笑>ないです誰々でしたみたいな。実は何々さんですってない。だって、今日のね、お話全般的にあるですよね。 最近のこの我々の動画の話に近いような内容でしたよね。滝先生がこっそり見てたと。準備をしていて、クッキーサイエンスの記事をちょうど受けるように構成したとか、そういうのないやいやいや、本当になんか松田先生、ドンピシャだったんじゃないかっていうのは確かに。AI を本当に理解してるかとか、そういうところが今、熱い話題出てくそうですかね。 いやそれとあれですね、あのあ、えっと、勉強会の方にも、もしお時間余裕ありましたら、はいはい、ぜひぜひと遊んで。はい。最近どうたった私、すいません。えっと、なんかあの、そのうち時間空くんで、はい、ぜひとも。<あ>はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、そんなところでしょうか。はい。じゃそんなところで。<laughs> また、あの、引き続き、あれですよね、今日の議論っていうのはもう、 まあ答え出てない部分多いですから、発展する AILM l, l M を見ながら、もっと考えていかないといけないという部分だと思いますけどね。うんうん、ぜひまた新しい知見が出れば教えていただきたいとありがとうございます。今日はと、い、うたありがとうございました。ありがとうございました。